ファッション。あ、うっす。手が6です、本日は10月6日日曜日、明治安田 J2 リーグ第34節、ベガルタ仙台対クラブリッツ秋田の観戦をしていきたいと思います。すごい。はい、ということで、久々に湯浅に参りました。久しぶりです。前回はホーム清水戦かな、来たのが約 1,2 ヶ月ぶりのことでございます、はい、ご無沙汰しておりました湯浅さん。ました、はい、ちょっと夏の期間中ね、ちょっと体調不良など続きまして、お休みというか、まあ、同時視聴ライブはやってたんですけれども、ちょっとホームに遊びに行くのは控えて、ちょっと体力の温存に努めてたという次第でございました。ということで秋田戦ですね。前節ベガルタに関しては山口と、下関でアウェー戦でしたね。まあ、0対1でなんとかベガルタ勝利しました。まあ、ちょっとすごい芝が悪い中ですね、ロングボール合戦になったんですけど、勝ち切ってくれた結果今6位という、ね、形でプレーオフに残れてはいるので、今回秋田戦勝ってもらってね、また4位に上れると思うんで、勝てばしっかり勝ち切ってプレーオフ圏を死守してほしいなというところでございます。ということで今日の注目ポイントなどありますか？やはりアチスカ浩二忘れてないよ。あとはちょっと待って、暑いから脱ぐわ。まあ、サネトが正式に怪我発表があって、そうですね、抜けてる状態なんです。はい、やっぱりちょっと期待したいのが奥山選手。ああ、はい、うん、結構今日当たりに当たってぶつかって、はっきりしてみたいな試合になりそうなので、はい、そうだね、秋田はもう本当空中戦、対人戦だからね、はい、その対人戦の上手な奥山選手をちょっと期待したいと思います。はい、ありがとうございます、はい、それでいうと旦那はなんかちょいちょい名前挙げること多いかもしれないですけど、梅木選手で前回山口戦でね、連携が良くなってきてたなって印象あったので、梅木選手なので今回の秋田戦でいよいよゴールを決めてもらってね、うん、よりチームにフィットしてほしいなと思います。はい、はい、ということでじゃあみんな頑張ってくれ。今日は何当たったんですか？マナトゥデュ奥山、松沢、ミント、はい、そして、はい、30周年のコースター。結構頑丈だね。ラバーコースターですね、うん、結構作りがしっかりしてて。マナとドゥフカードはちょっとあれですね、知人のやつも一緒に、はい、お友達のやつも、はい、これはいただきます。
0対1で折り返しでございます。
試合の入りかな、前半7分で1点入れられてリードされてるっていう状況ですね。まあ、入りちょっとマジで緩かったなっていう、なんか去年からこの入り緩い感じずっと持ってんだよね仙台って。秋田の強度の高さにシンプルに強さ負けしていて入れられたかなっていう感じでした。そんな感じですが、ゆめさんいかがでしたでしょうか。旦那とも試合中に話したんですけど、やっぱりベガルタの左側が結構スペース空いてる、後ろくんゾーンね、後ろくんのゾーンが結構ドフリーで空いてて、結構攻め込めそうな感じがする。右よりは全然そうだ、ね、左の方がいける気がする。まあ、いずれにしても今のままじゃ多分1点も入れられないんで、全然空中戦勝てないし、あとは地道にビルドアップしていくしかないかなって。そんな感じで、じゃあ予想スコアは2対1で、はい、俺たちのスコア2-1で、2-1で、ちょっと後半の修正に期待します、はい、期待します。はい、ベガルタ仙台対ブラブリッツ秋田、試合終了しました。結果は0対1で負けですよね。順位は6位で変わらないんですけれども、今節山形が勝利して勝ち点が54になったので、7位との差が勝ち点差1っていう状況になってます。はい、前半すごいもったいない失点してからですね、後半仙台攻めるシーンもあったんですけど、枠内シュートまではいかずですね、まあ
見え方的にはもう秋田の術中にはまってたなっていう攻撃しかできず、ペナルティーエリアまで行くけどかき出されるっていうのを繰り返し、結局行っても入れられずっていう感じでした。旦那と同じ意見で、はい、あのゴール前まで攻め込んでも得点につながらないっていう、何回もねどうしても浮き球にしてしまうんですよ、うん、で空中戦に持っていっちゃうから秋田に勝てるわけなく空中戦でっていうところで、なんか惜しいロストがめっちゃあって得点につながらないっていうところがすごく、邪魔しちゃダメだよ、ね、あ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、本当に救われずドローにはできたんじゃないかなっていうのあるし、そうだね、まあ、個人的に言うと去年の MVP はうべきです。うべきうべきうべき、まあ、PK 外したっていう結果はあるんですけどね、なんか外した後にすごいうなだれてて、なんかすごい泣いてたよ、あれ泣いてたよ、うん、ペガルタのためにすごいプレッシャー抱えて頑張ってくれてるんだっていうのが今日のプレーですごく分かって嬉しかったです。なので MVP はうめき、うめき、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。まあ同時視聴ライブとかそんな感じです。皆さん、メンバーシップへの登録はお済みでしょうか。メンバーシップでは、速報動画や、オフトークなど限定の動画を公開しております。それから LINE のオープンチャットを開いておりますので、ベガログ夫婦や、メンバーシップの、皆さん同士で交流をすることもできます。さまざまな特典を用意しておりますので、ぜひぜひご参加よろしくお願いします。詳細は概要欄からチェックしてみてください。